株式会社、富士通ゼネラルは、富士通グループの電子、電気機器メーカーで、小賀三随会会員会社である、JPX 日経インデックス400の構成銘柄に採用されている。神奈川県川崎市高津久恵永3丁目3番17号に本社を置き、東京証券取引所一部へ上場している。旧来は、ブラウン管テレビを、 主力製品としたが、現在は、売上額8割以上が、エアコンディショナーや、脱臭機など冷暖房、空調機器で、約6割を、ルームエアコンのシェアが高いヨーロッパ、中東、オーストラリア各国など、日本国外で売り上げるほか、市町村防災、消防救急、タクシー無線など各種ソリューションも取り扱う。1963年、ホームシアターを商標登録するが、 1999年に無償開放する。1993年、プラズマディスプレイをプラズマビジョンとして21インチサイズで世界で初めて商品化する。1997年11月、42インチワイドタイプ16、旧画面プラズマテレビプラズマディスプレイを世界で初めて商品化、発売。2001年3月にフルデジタルビデオプロセッサ画像エンジン。 AVM を開発、搭載した16、旧画面プラズマテレビを世界で初めて商品化し、同業他社からもソニー、ベガエンジンなどが開発される。2003年、フィルター自動清掃機構をルームエアコンとして世界で初めて搭載するノクリアを発売し、2006年以降、同業他社からも類似機能を搭載するエアコンが発売される。国内販売するエアコンは、 富士通ブランドだが、中東や香港、ロシア、南ヨーロッパでは、ジェネラル、富士通両ブランドで販売され、中国では、富士通進む軍と呼称される。富士通ジェネラル、日本ジェネラルアプライアンス、アメリカのゼネラルエレクトリック、イギリスのゼネラルエレクトリックカンパニー、各4社は相互に無関係である。市町村防災行政無専用を個別。 受信装置 CR-668 型と着脱式文字表示装置。2008年3月以降、夏季個人向け映像機器から撤退している。2017年3月をもって夏季の個人向け機器から撤退。かつては冷蔵庫、文字放送対応システムテレビ、扇風機など各種家電製品を製造したが、現在はリコール対策のみ実施している。 スポット CM が中心だが、不定期ながら、下季と冬季に集中的提供を、関東ローカルや全国ネットで行う場合がある。ありがとうございます。